もいつもお世話になっております。今回は、グンヒルド・デルーブラムレイ式のクイーンズガードの解説動画になります。また、AOL とエンプティ主催の固定名レジスタンスに、途中から参加させていただきまして、そこでやられていた攻略をベースに、ギミック解説をさせていただきます。まず、基本情報として、マップとマーカーの参考例です。ここのボスは、ナイト、オリアー、ソルジャー、ガンナーの4体と戦います。それぞれ使用してくる技に特徴があり、基本連携戦技でペアで攻撃してきます。必須ロストアクションは、記載したものを用意してください。それぞれの使用する技名を是指します。早速、実際のプレイに行きましょう。全体攻撃2回。最初は、4体すべてフィールドにいます。タンクが、1体ずつ影を取り、範囲攻撃で削ります。少しすると、ナイトとオリアー、ソルジャーとガンナーで、2体同時に、全体攻撃を1度ずつ打ってきます。一定時間経過で、ボスが一度いなくなり、西にナイト、東にオリアーが再出現します。ヘイトがリセットされているため、タンクは注意しましょう。ナイトを中央へ、オリアーを東へ誘導します。ボス同士が近いと強化バフがつくので、一定距離離し、それとは別に、ボスが線で繋がり、色に対応したバフが付与されます。紫線は、ボスに魔法耐性が付与されるので、魔法色にスチールスティング。黄色線は、ボスに物理耐性が付与されるので、物理色にスペルフォージを使用しましょう。連携戦技1回目、奇数回。ナイトが、剣、オア、盾の型を詠唱し、どちらになるかで、この後の処理が変わるので、これを覚えておきます。オリアーは、爆弾投擲を詠唱し、小さい爆弾と大きい爆弾がフィールドに設置されます。その後、ボスが質量転換を詠唱し、霊式は、ボスと線で結ばれたプレイヤーにも、質量転換のデバフが付与されることがあります。また、線は、自身が対象の場合のみ表示され、大きなマーカーがつきます。ここで、爆弾と質量転換について確認しておきます。ノーマルでもありましたが、大きい爆弾は重い、小さい爆弾とプレイヤーは、軽いに分けることができ、この後浮遊儀で、それぞれが空中に浮きますが、大きい爆弾の位置で空中に浮くと、重い大きい爆弾は、先に落下し爆発、次に小さい爆弾とプレイヤーは同じタイミングで落下しますので、爆発に巻き込まれずに済みます。しかし、ボスは、質量転換という技を詠唱し、線で結ばれた対象の重さを逆にしてきます。つまり、線がついたら、大きい爆弾は軽くなり、小さい爆弾とプレイヤーは重くなります。表を作成しましたので、それを見ながら実際どのようになっているのかを確認します。先ほどアニメーションは図解したので省きますが、線なしのパターンにあたり、表で言うとなしなしです。まず、爆弾に線がついたら、表で言うとありなしです。爆弾の質量が逆になっているので、小さい爆弾に行けば大丈夫ですね。次は、プレイヤーに線がついたら、表で言うとなしありです。プレイヤーの質量が逆になっているので、小さい爆弾に行き、落下したら、小さい爆弾が降ってくるので、大きい爆弾が爆発したところへ逃げましょう。最後に、両方に線がついたら、表で言うとありありです。爆弾プレイヤー、共に逆になっているので、大きい爆弾に行き、落下したら、大きい爆弾が降ってくるので、小さい爆弾が爆発したところへ逃げましょう。まとめると、ありあり、なしなしなら、大爆弾へ行きます。ありなし、なしありの片方だけなら、小爆弾へ行きます。爆弾に加えて、質量転換の詠唱と、ほぼ同時に、ナイトが外周へ移動し、中央に、青い玉が出現します。この玉は、浮遊儀の詠唱完了直前に、巨大な円範囲を放ち、同時に、ナイトが武装突撃をしてきます。剣の型の場合、外周から対面へ直線攻撃と、中央からの巨大円範囲が、浮遊儀の直前に来ますので、外周にあるアンチとなる爆弾で待機します。盾の型の場合、中央から外周へノックバック、弾も外周へ動き、その位置から、巨大な円形範囲を出しますので、中央からナイト側にノックバックされるようにし、ノックバック先が、自分のアンチとなる爆弾で待機します。では、実際に見ていきましょう。ナイトは、盾の型ですね。爆弾のみに線がついていますので、私は、小さい爆弾がアンチですね。
怪獣のナイトの位置を確認して、盾ですので、中央からライト側へノックバックされる位置で、小さい爆弾に行けるように位置を調整します。このように、線が片方だけのありなし、なしありは小さい爆弾です。貯める。オリアーが詠唱し、自身に火力アップバフを付与します。必ずディスペルで解除しましょう。波動雨山足す波動雨山。全体攻撃です。連携戦技2回目、偶数回。オリアーが質量転換を詠唱し、線がついたプレイヤーの質量が重くなります。次に、オリアーが荷重烈風を詠唱開始、フィールドに、緑の旋風予兆、紫の重力予兆が2箇所ずつ出現します。線がついたプレイヤーは、旋風予兆の中へ、他のプレイヤーは、紫の重力予兆の中へ移動し、荷重烈風を耐えます。同時くらいに、ナイトが、剣を当たっての型を詠唱しているので、これを確認しておきましょう。その後、ナイトが武装戦技を詠唱します。剣の場合は、ボス中心の円形攻撃、盾の場合は、ボス中心のドーナツ円範囲になります。加えて、ボスから、3方向に爪のような予兆が出現し、その方向へ、90度の扇範囲が来ます。そのため、アンチは、円形オアドーナツのアンチかつ、爪のない90度分の位置となります。波動雨山足す波動雨山。全体攻撃です。めった切り。ヘイト1位に強攻撃。また、ボスが線でつながります。黄色線は、ボスが物理耐性なので、物理色にスペルフォージ。紫線は、ボスが魔法耐性なので、詠唱色にスチールスティングをかけましょう。連携戦技、3回目、奇数回。1回目と同じ流れです。まずは、ナイトに付与される型を確認し覚えておきます。剣の型ですので、外周から対角に突進ですね。次に質量転換で、爆弾、プレイヤー両方に線がついていますので、ありありで大きい爆弾がアンチです。突進からの青玉円範囲なので、外周よりも大きい爆弾に行きましょう。先に落下した場合は、爆発したところへ移動し、上から来る爆弾を回避しましょう。貯める。オリアーが詠唱し、自身に火力アップバフを付与します。必ずディスペルで解除しましょう。波動雨山足す波動雨山。全体攻撃です。ガンナー&ソルジャーの解説になります。西にソルジャー。東にガンナーが出現します。今回もまたボスが近いとバフがつきますので、話しておきます。連携戦技、1回目。ソルジャーが火球を詠唱、小さな火の玉が、2つ、大きな火の玉が、2つ4箇所に出現します。続けて、ソルジャーが幻惑術を詠唱し、火の玉がカエルとなり移動します。大きい火の玉は、非常に大きい円範囲、小さい火の玉は、小さな円範囲で爆発するため、小さい火の玉だったカエルを追いかけ、円形範囲のアンチに入ります。小さい火の玉だったカエルが、マーカー1、4に移動し、間の A がアンチになります。また、この時、ガンナーが解析を詠唱しています。これは、プレイヤーの周りの前後左右のうち、3方向が解析され、強制的に弱点にされます。次のガンナーの全方位射撃に対して、未解析部分、つまり、C 字の開いている部分をボスに向けるギミックになります。一つのやり方ですが、48人もいると見えにくかったりしますので、デバフを見て判断するのがいいのかなと思います。続いて、東西5体ずつタレットからも直線攻撃が来るので、未解析部分を向けましょう。戻ります。アンチの A に移動し、ガンナーの全方位射撃に対して、未解析部分を向けます。私は右側未解析なので、ガンナー右側を向けます。その後、西側のタレット一体に向けて、未解析部分を向けます。めった切り足す片手打ち。ヘイト1位に強攻撃。波動雨山足す全方位射撃。
全体攻撃です。連携戦技2回目。ガンナーがガンタレット2体を召喚しますので、タンクがヘイトを取りましょう。その後、ガンナーが雷気重点を栄称、ガンタレットにバフが付与されますので、ディスペルをしてバフを取り除きましょう。続いて、ガンタレットが狙撃を栄称、ヘイト1位に強攻撃が来ます。最後に、爆発しますので、それまでに倒します。ハノウザン多数全方位射撃。全体攻撃です。霊気術は熱気術。霊気の場合は動き続け、熱気の場合はヒートが付与されますので、デバフがなくなるまで止まりましょう。今回は熱気術ですので、止まりましょう。連携戦技、3回目。ソルジャーが幻影術を栄称し、分身が4体出現します。その後、実体結像を栄称、線で繋がった分身2体のみが実体化し、円形範囲を発生させます。分身はジャンプして2回移動しますので、実体化しない分身の移動した先がアンチとなります。線がついていた分身は、最終的にマーカー3、4に移動しましたので、マーカー1、B、右側がアンチですね。この時ガンナーは、再び、外周にタレットを配置、解析多数全方位射撃を行いますので、1回目同様の処理をしましょう。1、B、右側のアンチへ移動し、左側未解析なので、ガンナーに左側を向けます。続いて、東西のタレットに左側を向けます。ハノウザン多数全方位射撃。全体攻撃です。連携戦技、4回目。スキップしていますので、テキストと図のみですいません。フィールド4箇所に、ボス4体が出現し、ナイトが絶対防御、オリアーが陶器を栄称します。その後、南北に陶器。図のように霊気が出現します。霊気は、炸裂という円形範囲を2回発動した後に大爆発を起こしますので、リフレクで炸裂を反射することで破壊します。発動までにラグがありますので、余裕を持って使用しておきましょう。南北に出現した陶器は、陶器破栄章完了時、ランダムに大ダメージ攻撃をしてくるので、その前に破壊します。また、倒した際に、その時点でのヘイト1位に対してマーカーが付与され、即死級の大ダメージが来ますので、必ず、タンクがヘイトを取り、無敵で受けましょう。電光防御は、バリアエフェクト側の攻撃を無効化し反射します。バリアがない方向から攻撃しましょう。再度、陶器と霊気が出現します。これで、クイーンズガードの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけると、モチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。